こんにちは、吉川文子です。今日はガレットをご紹介したいと思います。ガレットと言いますと、そば粉のクレープですとか新年に食べられるガレットデロワを思い浮かべる方も多いと思うんですけれども、今日はブルターニュ地方のガレットブルトンヌをオイルで作るレシピでご紹介したいと思います。それではガレットを作りたいと思います。まず粉類ですね。薄力粉 60g、 それからアーモンドパウダー、これが 60g、 それと粉糖ですね。粉糖はグラニュー糖でもいいんですけれども、溶けやすくて、あとは軽い食感になるので粉糖を使っています。それからベーキングパウダー一つまみですね。これは膨らませるためではなくて、軽い食感、サクッとした食感を出すために少し加えています。あとは塩ですね。これが味の決め手になりますので入れてください。で、合わせてボウルの中にふるいれます。薄力粉と同量のアーモンドパウダーが入っていますので、オイルではありますけれども、かなりリッチなお味になるかと思います。そうしましたら、この真ん中に穴を開けていきます。カードで粉をボウルの端っこの方にちょっと寄せていただいて、で真ん中に穴を作りますね。でここに卵黄1個、それから油ですね、植物油、こちらが入ります。他のクッキーですと、ここに牛乳とかヨーグルトとかちょっと入るんですけれども、今日は油と卵黄だけという、これもまたちょっとリッチなクッキーになる理由なんですけれども、ここを真ん中の部分だけですね、この卵黄と植物油の部分だけを泡立て器でよく混ぜてください。これでね、ちょっととろりとした状態になってくれば OK です。感じですね。そうしましたら、端っこの方に寄せた粉を今混ぜた液体に向かってちょっとかぶせるような感じで、こんな感じですね、混ぜていってください。で混ぜているうちにだんだん液体部分と粉の部分が馴染んできますので、そうしたら少しちょっとカードを使って切るようにして混ぜていってください。で、カードにこういう生地がくっついてきてしまうんですけれども、こういうのはこまめにゴムベラなどで拭い取ってください。今日は全卵ではなくて卵黄だけ使うんですけれども、卵黄だけ使うクッキーっていうのはすごくホロホロした食感がよく出て、とても食べやすい生地になります。卵白が入ることでちょっと噛み応えが出てくるんですが、卵黄だけだと非常にもろくて美味しい食感になります。ただ卵黄だけだと生地がもろくひび割れしやすいので、ちょっとしっかり混ぜてやってそうならないようにしていきます。そしたらこのように粉の方に水分が全部行き渡ってきましたので、そしたらここからちょっと手を使ってまとめていきます。でこれをちょっとカードを使ってボウルの側面にこすりつけるようにしてください。こうするとひび割れしにくい生地になって伸ばしやすくなりますので、そしたら軽く切り重ねを行って生地をまとめていきます。これで生地の出来上がりです。そうしましたら、今度はオーブンシートの上で今まとめた生地を伸ばします。で丸くても四角くても1センチの厚さになれば大丈夫ですので、でこの上からラップをかぶせて
て伸ばすと伸ばしやすいので今日はこのように伸ばしていきます。最初は伸ばすというよりはちょっと押す感じですね。押しながらこう伸ばしててください。いきなりこうビーって伸ばすと生地が割れやすいので、ある程度伸びてきたら綿棒を使って伸ばしていきます。センチですのでこのくらいですかね。ちょっと測ってみたいと思います。だいたい1センチこのぐらいですね。でですね、直径で言うとだいたい16から17センチぐらいですね、円形でしたら。そうしましたらこちらを型で抜いていきたいと思います。48mm、 4.8 センチの丸型で抜いていきたいと思います。焼くとだいたい5センチぐらいになると思うんですけれども、抜いたものは天板の方に並べていきますね。この生地はあまりご覧いただいていると分かると思うんですけれども、ベタベタもしなければこうカチカチでもないので、とても扱いやすい生地だと思います。バターの場合はバターで作るガレットブルトンヌっていうのはとてもこんな休ませずにどんどん作業を行える生地ではないので、私はホイルでガレットが食べられるようになってよかったなってよく思うんですけれども、結構ね一日がかりになってしまいますのでね、バターで作ると。で今ちょっと残った生地後からもう一回伸ばします。で一番生地って最初に抜いた生地を一番生地って言うんですけれども、一番生地からだいたい7個ぐらい取れますので、で次2番生地で作っていきたいと思います。この生地はとても水分の少ない生地、しかも油の割合が多いので比較的グルテンの出にくい生地なんですね。なのでちょっとこう練り直しとかしていただいてもそれほど食感が硬くなったりとかそういうことないので、2番生地でも十分美味しくいただけますので。そしたら先ほどと同じようにまた伸ばしていきます。じゃあまた抜いていきますね。3個取れました。でこれももう一回やっていただいても大丈夫ですので、これで1番生地と2番生地から10個のガレットができました。溶き卵ですね、あと少ししか使わないんですけれども、ここで私は全卵を使っていますけれども、卵黄でねやっていただいても構わないです。ただ卵黄だとちょっと色がね濃くなりすぎちゃうかなって気がするので、私は全卵を使っています。今日はねちょっと小ぶりなガレットですけれども、一回りね大きい型で抜いてもいいと思います。あとはこういう抜き型がなければコップとかそういうものを使ってくださっても構いませんので。そしたらですね、ガレットの模様をつけていきたいと思います。ナイフでつけていきますね。でこれ少しですねしっかり傷をつけないと焼いている間に埋まっちゃうんですね、模様がね。ですのでちょっとこうして深めに思い切って切り込み入れていただいて大丈夫ですので。で模様はどんな模様でもいいんですけれども、今日はちょっと
格子模様を描いていきたいと思います。はい、そしたらですね、ちょっと角度を変えて、で今と同じ作業をして模様をつけていきます。今日はこの後このままオーブンに入れて焼いていくんですが、バターで作るガレットの場合はこの丸いクッキーの生地の周りにセルクルをはめて焼かないと、丸かったものが全部横に広がってしまって、厚みがしっかり出てこないんですね。ですけれども今日のガレットはそういう、枠セルクルをはめなくてもちゃんとこの形のまんま焼き上がってきますので大丈夫です。160度のオーブンで25分間しっかり焼いていきます。はい、今焼き上がりました。いい色に焼けてますね。はい、結構ガレットらしい厚みもあって美味しくできたんじゃないかなと思います。はい、できました。オイルで作るガレットはいかがでしたでしょうか。とても簡単だったと思いますので、ぜひお家でも作ってみてください。